SMBC 日本シリーズ2023第5戦阪神、オリックス、2日、甲子園、阪神の佐藤輝明内野手が9打席ぶりに安打を放った。2回先頭で回ってきた第1打席、オリックス、田嶋の初球、高めに浮いたフォークを捉えた。打球は右中間を破る2塁打。連続三振を4で止め、9打席ぶりの安打にベース上では何度も手を叩き喜んだ。これには虎党も大歓声で拍手が送られた。1日の第4戦、甲子園は2点リードの7回に廣岡の3ゴロを失策。そこから同点に追いつかれた。7回途中の投手交代で桐敷に代わり石井が6番に入ったため、3塁には糸原がついた。岡田監督は、奮起待つて言っても、もうあんまり試合ないで、と、スタメンから外すことも示唆していたが、6番、3塁、で起用。主砲が期待に応える一打を放った。